障害者歯科学とは、歯学の一分野で、障害者の歯科医療を行う分野である。障害者の歯科医療全般にまつわる広い分野を担当する。対象となる患者も、脳性麻痺、ALS、知的障害、自閉症、筋ジ,ジストロフィー、脳血管障害、塩化障害など、非常に広い分野の障害を持つ患者を対象としている。主な歯科医療行為は、 以下のように多岐にわたっている。近年、塩化障害や呼吸器疾患、循環器疾患など、広範囲の疾患に、高校内細菌が関連することが報告されており、病院や施設等で、高校ケアへの対策が活発に行われつつある。しかし、院内や施設内において、歯科医師が普段接する機会の多い歯科衛生士以外の、業種との連携が不足しており、歯科が、高校ケアチーム、 栄養サポートチーム、塩化障害チームから抜けていることが多い。近側の連携能力の欠如により機能的に行われていない現状が存在するまた私学と医学の二元教育の弊害が顕著になる分野でもある。ありがとうございます。